ご視聴ありがとうございます。本日は12月27です。こちらです。はい、ジャンプフェスタ2023開催日になります。私も行ってるかどうかわからないんですが、行ったら動画にしますね。はい、ということで今回はまあそうじゃなくてですね、ジャンプフェスタに合わせてまたメガハウスさんがプレミアムバンダイで、蔵出し抽選販売をされるとのことで、ちょっと見ていきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、ではですね、始めていこうと思うんですが、すいません、いつも通り、スケールフィギュアのみに絞らせていただきます。ルカップですとかミニフィギュア系も少しあるんですが、まあ、私そこまで詳しくないので、チャンネルの特性上スケールフィギュアのみに絞らせていただきます。まあ、でも説明欄にリンク貼っておきますので一覧で見れると思います。気になる方はぜひ覗いてみてください。はい、ではですね、始めていきますね。で、ジャンプフェスタということでもちろんジャンプ作品のみとなってます。で、まずはですね、こちらになります。はい、もうすでに映ってたかと思いますが、GM シリーズブリーチ松本蘭菊アランカル編になります。で、ブリーチはですね、もうこれ1体のみみたいですね。で、私もまあ購入しましたが、ハイネコエフェクトのついた本当にかっこいいセクシーなフィギュアとなってます。もしよかったらですね、開封動画も出してますので気になるようでしたらご覧になってみてください。はい、で、次がですね、鬼滅になります。で、まず最初がですね、こちらになります。はい、プレシャス GM シリーズ鬼滅の刃かまど兄弟セットになります。鬼滅では珍しい2体セットのフィギュアでしたよね。で、鬼滅フィギュアっていうのはもう本当に2種類が多かったので、私もこれスルーしちゃったんですが、アミヤミさんですとかアニメイトさんとかでもまだ在庫ありになってましたので、まあ、無理に抽選に応募っていうのはしなくても良いのかと思います。はい、で、ですね、お次がこちらになりまして、はい、GM シリーズ鬼滅の刃、煉獄杏寿郎になります。まあ、個人的にはいろいろ思い出もあるデコマスさ問題の煉獄さんなんですが、個人的にはすごい良かったんですけどね。これも開封動画出してますので、よかったらご参考に見ていただけたら幸いです。ちょっとですね、お顔がサンプル画像の雰囲気と違うんですよね。ですので気をつけてください。で、これもですね、煉獄さんっていうのはマジで鬼滅ブーム代表格ですからね。正直これですね、ホビーショップさんとかの中古未開封とかそういったものの方が全然安く買えるかと思いますので、まあそうですね、無理に定価で応募するまでもないのかなとも思いました。はい、ではですね、お次行かせていただきますね。お次がですね、呪術になります。こちらになりまして、はい、フィギュア呪術廻戦、五条悟になります。これも五条戦最初に発売されたスケールフィギュアになりますかね。ちょっとですね、大きさですとか値段を買おう、いろいろあったかと思いまして、これですね、ちょっと申し訳ないんですが、今でもアミアミさんとかでも販路限定にもかかわらず割引になっちゃってて 30% オフくらいで買えるみたいなんですよね。ですので、そっち買った方が絶対にいいと思います。はい、ではですね、すいません、お次行かせていただきます。お次最後ですね、ワンピース POP になります。で、まずは最初こちらになります。はい、ポートレートオブパイレーツワンピースリミテッドエディションサボ被験継承になります。メガハウスさんの中でも POP っていうのは予約以外に買う手段っていうのはもう本当に少ないと思いますので、もうですね、買い逃しイコール、買いかと思います。最近集め出した方とかいましたら本当にありがたいですけどね。で、サボはまだこれからいろいろあるでしょうしね。悩んでた方ぜひこのチャンス逃さないでください。はい、ではですね、お次がこちらになります。ポートレートオブパイレーツワンピースウォリアーズアライアンスルフィ太郎再版になります。再版ということで最近発売されたものになりますかね。で、再販なのでさすがにまたさらに販売っていうのはもうなかなか難しいと思いますので、もうほんと最後のチャンスって言ってもいいくらいなんじゃないですかね。買い逃した方はもう絶対に参加忘れないようにしてください。はい、ではですね、お次がですね、もう最後になります。
うん、でこれも早かったですよね、ポートレートオブパイレーツワンピース WA マキシマムヤマトになります。うん、もうヤマトも蔵出しするそうです。あのこれちなみに、まあ、先ほどの五女線と同じ元気資産なんですよね。やっぱり作りやすいにくいとかあるんですかね。うん、まあ、でもこのヤマトはもう本当大絶賛だったかと思います。でこの蔵出し早いのはチャンスかもしれないですね。多分今だとそんなに高騰みたいな感じにもなってないですよね。あのバイヤーさんがですね、さすがに、うん、手出さないんじゃないですかね。あの、まあ、変に高騰しているタイミングとかで蔵出しっていう風にならなくてすごい良かったと思います。まあ、ですので倍率みたいなのもそこまでではないと思うんですけどね。どうですかね。まあ、その辺の事情はすみません正直わからないですが、あの正規で買えるチャンスっていうのはもう本当に滅多にないので、あの買い逃したっていう方はですね、こちらぜひ応募忘れないようにしてください。はい、ということで以上になります。まあ、数自体そこまで多くはなかったんですが、なかなかいいラインナップだったかと思います。はい、で、すいません、最後にですね、あの応募期間ですね、本日からになります。2022年12月17日土曜日の、11時から、12月23日金曜日いっぱいまでとのことです。うん、クリスマスイブ前に参加済ませてくださいね。はい、ということで以上になります。いかがでしたでしょうか。うん、やっぱりこういった企画本当嬉しいですよね。あのまたこういった情報ありましたら動画にもしていきたいなと思いますので、ぜひまた見に来てください。はい、ではですね、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、ジャンプフェスタ行ってきます。